はい、ハンマーヨー先生です。最近は、ひどくね、毒をね入れて殺す事件が多くですね、警察が全然対応しません。神奈川県は非常にひどいんですけどね、食事作る人ですね、家庭とかですね、また飲食店での人がね、団体で気に食わない人、狙う人に毒を特に入れるんですね。で、そのためにね、セブンイレブンとかファミリーマートとかいうところでね、ショップで、お弁当とか買うことがみんな多くなりまして、それで、毒を入れる妻、100% なんですね。誰でも入れるんですね。なんで、定年で、離婚してですね、ということで生活しないと危ないんで、ということで旦那が離婚して、旦那が追い出して、それで生活することが多いです。で、これね、いたずらでね、政府の警察もいたずらでね、で、またその問題をね、解決してもらいために、解決したい人に脅してね、毒を入れるわけですよ。で、私の父、ハンマーガエンイチ、紅白歌合戦で25年間音楽を担当した芸能人の作曲家の父は、本家の父はね、2回目の母で、やはり毒殺されました。で、それも警察に通報してるんですけども、担当の殺人課もついてはいるんだけど、形だけで、実際担当ついてません。嘘で言っているだけですね。毎日電話してた時がありましてね、今担当者に変わりますということを言ってますけども、全くつきませんね。で、今毒殺でね、で、誰でも毒入れるんで、ね、とにかく避けるのが大変なんですね。で、奥さんなんか自分で食事を作んない人ね、で、また飲食店で食べる人ね、私なんかはね、宅配の職員関係なんかありますでしょ。自分で野菜だけ、道具だ、具だけを毎日届けてくれる、そんなのを頼んだりとかね、自分で全部作ってますけどね。からだいぶ大丈夫なんですけども、誰かに作らせたりするときはその作る人が毒入れるんで、誰でも入れていくんですね。それで何でも仕事でなんか金稼ぐのも妨害したりとかね、してきまして、もうしょっちゅうですね。神奈川県が最大に多いですね。主婦が多いですね。いたずらが起きて、ほとんどの5人に1人はそれで死んでるんじゃないですか。で、疲れてね、疲れ果てて毒入れるのを抑えるのにね、主婦が入れるのを抑えるのにも疲れて死んでるという感じですね。5人に1人をね、神奈川県はね、そんなことで、相当多いですよね、毒殺でね。で、警察一切捕まえないですね。私の場合、父から倒れるときにね、山中湖の別荘から、ベンツでね、高級車のベンツで、5億円とか50億円ぐらいのベンツでね、父が、山中湖の別荘行って、緊急で電話くる、私に通常電話かけないんですけど、倒れるときにね、で、後ろに、犯人がいることが分かったんですけど、それで話して分かったんですけど、その日倒れてね、
1ヶ月入院して亡くなったんですけどね。まあ財産は全部私ということで話がついたんですけど、助からなかったですね。で法務局、東京の法務局もそんなことは知らんということで、警察も知らんということで、遺産は分割しました。分割させられましたね、強制的にね。まあそんなことですね。犯人は全く逮捕されてませんよ、ね、そういうことで今はあの神奈川県の毒を入れる、水銀入れるんですね。あのうちの家なんかはあの鏡をわざと割ってね、水銀をあの取って、それであの隙を前もって用意して隙があるときに入れていくんです、少しずつ。もう何十回もやられたかな、私もやられましたけどね。絶対やめないです。で2回目の母の妹もやめないですね。で妹姉もやめないですね。徹底して脅しに使ってきます。脅しでね。まあそういうことでね、今も社会的に毒殺が流行ってまして、飲食店は食えないですね。知らない人とか狙われない人だけですね、外食するできる人はね。だからセブンイレブンとかね、セルフサービスとかね、そういったお店だけと なってますね。使用人で食事作らすこともできませんね。全部そうなってます。金持ち、本当の金持ちとかは自分で作れますしね。シードの人はダメですけど、本当に仕事やってないでね、汚職で金持ちになった人ばっかしいますけど、そういう人たちはダメだけども、まともな人は平気なんで、自分で